とこボンドが神になったらチャンネル登録よろしく。チャンネル登録ありがとね。ごきげんよう、とこボンドです。今日もねロブロークしちゃっていこうと思います。今回はね、鍋の中に物を入れてスープを作るゲームの世界にやってきました。何このスープ作りって。あとね、服装なんだけど買いました。これ僕の YouTube のアイコンだね。まあ、隣にいるサメボボンさんが作ってくれました。サメボボンさんもこの服だね。化け物が映ったこの新しい服装でね、今回もみんなでやっていこうと思います。おっと、なんだなんだ？丸い玉が、なんかいろんなアイテムがあるね。わ、なんか集まってきた。みんなが集まってきたね。さあ、じゃあ最初ね、何すればいいんだろう、これ。あ、こんばんはってきた。おっと、なんだなんだ？え、なにこれ？早っ！なんか座ってんだけど。さらわれた。謎の生物にさらわれた。なにこれ？こんなのもいるんだね。それじゃあスープを作ってくんだけど、スープを作る素材がね、やばいのしか載ってないね。とりあえず爆弾をこの中に入れていこう。よし。おっと、爆発して赤くなったよ。脳みそかなこれ。なんで脳みそが置いてあるのこれ。誰の脳みそ。脳みそをスープの中に入れよう。よし。爆弾と脳みそを混ぜたスープが出来上がりました。で、これ飲めるみたいだね。よし、飲んでみよう。さあ、飲んだよ。どうなる？あれ？なんともならないね。あれ？これは、あ、え？爆発した。後から爆発する感じだったか。なんか物によって症状が変わってくみたいなんだけどね。これ何？でかっ。耳だね。耳と、じゃあ、食パン、あ、待って。妖精使っちゃった。まあいいや、妖精入れていこう。三つ入れられるかな？じゃあこれ、食パンのサンドイッチみたいだね。そう、いろいろ入れた新しいスープができました。さあ、飲んでいこう。さて、え、なになに？あ、ちょっと、でかくなってきてる。あれ、縮んだりしてるね。でかくなったり、おおおおおお、顔が、顔どっか行っちゃってたね。まあこんな感じで、いろんなスープを作って、体の変化を楽しむゲームだね。さあ、なんかみんなすごい集まってきたよ。ちょっとみんなが作ったスープでも飲もうかな。みんな、あ、ここに落ちてる。じゃあこれ、飲もう。これ誰かが作ったスープだね。大丈夫かこれ、こんなスープ飲んで。あ、なにこれ、なんか変わった。お金？お金マンになったね。お、空も飛べる。お、すげえ。自由に飛べるよ、これもう。あ、なんかみんな、僕のこと探してない？必死に探してるね。で、ここのリセットプレイヤーを押すと、あ、元に戻るってことだね。で、このオレンジのボタンを押そう。あ、これ僕の場所に戻ってきたね。なんかみんなの場所あるんだけどね。待て待て。すごいピチピチで来てくれてるね。ピチピチすぎて、すごい面白い顔になってんだけど。いい表情だ。さあ、他にもじゃあいろいろ作っていこう。じゃあこの棒だね。棒を鍋の中に入れて。それからやっぱ脳みそだね。新しいスープが出来上がったね。さて、このスープの効果は、あっと、ゾンビになった。え、これゾンビになったけど、襲えるの？この、あれ、攻撃できない。わーぶっ飛んだ。僕の顔どっか行っちゃったね。あれ、あ、ゴーで復活。あ、頭が。待って、何これ。え、あ、よかった。元に戻った。あ、なんか落ちてる。飲んどっとこーっと。落ちてるスープだけど、大丈夫かな。
体に悪くないよね。あ、またこれか。腕の伸びたゾンビもいるね。みんないろいろ変わってきてるね。さあ、新しいスープ拾いました。待って、後ろこれ。犬、蝶々みたいな犬がいる。よし、僕も、ちょっと、とんでもない姿になりたいね。さあ、飲んで。タコになった。こんなのもあるんだね。しかも、泳げる。空泳げちゃうよ。うわ、すげえ。こんなのもあったなんて。よし。いや、みんな、僕の本当の姿になったよ。ちなみに、この状態では、踊れないか。さすがに踊るのは無理だね。必死に移ろうとしてるね。さあじゃあ一旦リセットして。あ、新しいスープまたくれたね。よし。なんかみんなくれるね。よし、飲んでみよう。さて、これは？わ、お化けになった。あれ、なんだ？消えたぞ。消えたけど操作できる。あれ、なんか透明人間になったね。みんな必死に探してる。僕はここにいるんだけどね。なんか、透明のアイテムがあるんだけどね。どうやったら増えるんだろう。全然増えないんだよね。いろいろ試したら増えていくのかな。あ、待って、これ、もらおう。よし、視聴者さんのスープもらおう。さて、何やかな。おっと、腕が伸びたよ、今度は。あれ、倒れた。動けなくなっちゃった。わあ、誰かに蹴り飛ばされたよ。助けて。動かないよ。何も操作できない。すごい踏み潰されてる。これ一旦リセットするしかないか。もうみんないろんなもの混ぜてるからね。毒とかもあるね。これは何だろう。ありがたく毒もらっていこう。さて。おお、なんだ、飛んだ。おお、何これ。おお、後ろから炎が噴射される能力ね。わーっと自由自在に飛べるぞ。さあみんな、こっちだ。よいしょ。うわー、はげるはげる。この飛び方はげる。地面との摩擦ではげちゃうよ、これ。いや、元からはげてるか、このキャラ。僕のヘアスタイル元からはげだったね。おー、みんな、早いよ。うわ、こんなとこまで行けちゃう。よし。じゃあ、向こうのどっかへ行ってきまーす。だいぶ離れたんじゃない？あ、消えた。消えちゃったね。あ、復活したらよかった。そしてみんながやってきた。そしてみんなが、スープ持ってきてくれた。よし。赤いよ、このスープ。血が混ざってそうなんだけど。あ、ちょっと、成長した。あははは！自爆するスープだったか。お、これ。みんなめちゃくちゃスープくれるね。全部飲んでいきたいね。あ、人魚になった。幻の生物、人魚タコボンドになったね。さらにこれも飲んでいこう。さあ、あ、これね。これよくあるな。犬のバージョンが面白いね。よし。さあみんなすごいくれるね。飲みきれないよ、こんな。もう飲み放題で嬉しいんだけどね。よし、よくわからないスープを飲んでいこう。いよいよ。めちゃくちゃ飲んでるけど、おっと、腕がでかなってちょっと浮いてる。え、ちょっと踊ってみよう。あ、踊れるね、一応。あ、でも誰かにぶつかると解除されちゃう。待ってて。普通に空中歩けるんだけど、ここで踊ってみよう。よし。あ、いいね、いいね。面白い見た目になって、踊るのもいいかもしれないね。空中とかで踊れんのかな？あ、一応踊れるっちゅうんだね。空中ダンスできちゃうよ。じゃあさらになんか飲んでいこう。さあ、これは違うかな？黒いスープ。いただきましょう。さて、なんだ？
わあ、なんか視界が、うわ、服が怖くなってんだけど。急にホラー感出たね。とんでもないスープ飲んじゃった。さらにこっからなんか飲んでいこうかな。みんなちょだい、なんかこれ、あ、拾ったよし、さらにこの状態で飲んでみよう。おー、なんだ巨大な豆になったね。何これ、何も操作できない。これは一体リセットするしかないか。よし、さあ戻ってきました。さあみんな、あ、早速すごい勢いで来てくれたね。これ飲ませたかったんだろうね。あ、足が伸びたよ。足伸びスープだった。いいねいいね、身長高くなった。さらにこっから拾えるかな。あ、なんかくれそうだね。あ、くれた、ありがとう。普通に拾えたよ。さ、飲んでみよう。さて、また豆になったよ。あれ、え、なんだ消えた。あれ、炎の玉になった。こんな能力もあるんだね。みんな探してる。消えるとね、必死に探すんだよね、みんなが。僕はここにいるんだけどね。よし、さあみんな、ここだよ。来た、すごい勢いで来るね。あ、なんかくれそうだね。よし、飲んでこう。みんなすごいスープ落としてくれる。おっと、おー、なんだ、バラバラになった。たまに自爆スープもあるからね。危険だな。みんな危険な飲み物くれるね。あ、空中泳げるのになったよ。さらになんか飲みたいね。よし、黒いスープゲットした。さあ飲んでみよう。さてこれは？おっと、腕が太くなるスープだった。どんどんもういろんなスープ体の中入れていくよ。さあなんかちょうだい。あ、拾えたかな。さあこれは、足が増えた。やった。さらにタコへと近づいたんじゃないでしょうか。僕の本来の姿へと近づいたね。いいねいいね。これで踊ってみようかな。ちょっと待って、みんなぶつかっちゃうから踊りが解除される。別のスープ飲もう。さてこれは、おっと、さらに見た目が変わった。バケモンへと成長していく。でかくなってきてるよ。これちょっと、あれなんだ、爆発した。踊ろうと思ったら爆発したね。おっと、なんだ浮いてるよ。どうした、固まってる。プレイヤーが空中で固まってる。さあ復活しました。よし、これ飲んでいこう。このスープは、うわ、バケモンへと見た目が変わったぞ。とんでもないスープ飲んじゃった。なんだこれ、どうなってんのこれ、体が。信じられない姿になっちゃった。実はこれが本当の僕の姿です。恐ろしい姿になったね。さらにこっからなんか飲んでみようかな。さあ、あ、拾えたね。じゃあこの白いスープいただきましょうか。どこで飲んでんのこれ。あ、空中浮けるようになった。空飛べるようになったよ。体がぐるんぐる回ってるよ。うおー、なんか、制御できない。操作が制御できない。回ってる。顔になんかついてるよ。ウイルスついちゃってるよ、これ。大丈夫？よし。さらに、新たなスープ飲んでいこうかな。うわー、待て、でも、まともに歩けない。なんか、大砲の中入った。なんか、ぶっ飛んだよ。壁にめり込んじゃってる。どうなってんの？
僕の上半身消えたんだけど、あ、戻ってきた。どっかから戻ってきたね。泳ぎ姿も恐ろしいね。いや、みんな、こんにちは。これが1億年前の僕です。恐竜の時代にいたタコボノです。さあ、おかしいんだけど操作が。さあ、みんな、新しいスープちょうだいなんか。あれ、みんなどうした？僕、後ろにいるよ。僕の姿見えるってる？あ、気づいてきたかな？さあ、なんか、新しいスープ飲みたいんだけど。あれ、誰かちょうだい。あ、来た来た。さあ、黒いスープゲットしました。さて、これは？あれ？なんともならない。あれ？何事もなかったか？あ、なんだなんだ。うわあ！どうした？ははは。ちょっと。浮いてる。空中逆さまで。ちょっとね。すごいぐちゃぐちゃになってんだけど。いろんなスープ飲みすぎて、おかしいことになった。さあ、復活しました。よかった。元の姿に戻れた。そしてもうみんながスープくれる準備してるね。よし、飲んでいこう。おっと、腕太、ボンドになりました。それから、待って、なんかちょうだい。よし。赤いスープ拾ったよ。さらに、これは、なんだ？うわー、なんだ？ボールの中に入った。みんな、助けて。何もできないよ、これもう。これは一旦リセットするしかないか。よし、戻ってきました。あ、もう僕の場所で待っててくれてたね。さあ、これは、なんだ？あ、ちょっと透けてる？ちょっと体が透けるようになったね。あ、投げてくれた。飛んできたよ、スープが。飲んでいこう。お、ほほ、またこれ？これよく出るね。よし、さらにこっから新しいスープ飲んでいこう。あ、この黒いスープも。お、待て待て、またまたとんでもない姿になったよ。なんかすごいバグった体になっちゃったね。どうなってんの、これ。僕、大変なことになっちゃってんね。体と繋がってんのかな？あ、ちょっとこれ戻れるかな？みんなのとこ。一回これでリセットするしかないか。みんな、戻ってきたよ。早いね、やっぱ来るのが。すごいぐるぐる回ってんだけど。お、なんだなんだ、どうした？あれ、なんかみんな、丸い玉に入ってない？どうした？あれ？みんな突然どうした？あ、なんかスープ拾ったね。なんか丸い玉流行ってんのかな？みんなシャボン玉に入ってんだけど。そうで、腕が恐ろしいことになったよ。腕ぶっとすぎる。めり込んでるよ、もう体に。足はちっちゃいんだけどね。そうで、どんどんおかしいことになってる。さらに、いただきましょうか。さあ、これを飲んで。あ、助けて。もう、僕、生物とは言えない姿になっちゃった。また僕の体、大変なことになっちゃったね。どうなってんの、これもう。超怪物だよ、これもう。あ、地上に戻ってきた。顔が常に変形してる。でも僕の表情と服の表情、スマイルでよかった。さあ、また拾いました。あ、なんか後ろで飲んでって言ってる？そこで飲んでみよう。さて。お！ついにタコになりました！完全なるタコ。見た目赤いしね。奇跡的な姿になってよ、みんな。
みんな、これが僕の5歳の頃の姿です。いいねいいね。僕が海に泳いでた時の体験できちゃうね。さあ、あ、ここでも飲めんのかな？あ、拾えた。飲んでみよう。あれ、飲めんのこれ？あ、飲めた。さらにタコへと近づいたよ。いいねいいね。タコになるカンジャンをいろんな種類があるんだね。あれ、これどうなってんの？あれ、あ、あれ、あれなんか透明になった？あ、火の玉になったね。気づいたら火の玉になってた。ちょっと待って、なんかバグってるバグってる。あ、収まったかな？なんだ今、画面がバグってたね。そして、見てください。気づいたら化け物になってたね。いつのも化け物、おーっと、ちょっと待って。うわー、吹き飛ばされたなんか。ちょっと、消えた。あれ？吹き飛ばされすぎて、あの世に行っちゃったね。なんだったな今。生きる必死さが見えたね、今。気づいたら、すごいみんな参加していたね。みんな、ありがとう。またタコのような姿になった。しかも今度は、ほうきに乗ってるね。よし。新しいスープもゲットしました。うわぁ、空飛ぶって自由でいいなぁ。さあ、見た目が、黄色くなったね。みんな、あれ？みんな、どうした？あ、よかった。一人気づいてくれた人がいたね。よかった。他のみんなは探してんのかな？さあ、いろいろ飲んじゃってるけど大丈夫か？あれ？なんかゾンビになったよ。みんな、助けてくれ。人間に戻す薬はないかな？みんなこれ、僕の姿。ここって分かってる？あ、よかった、くれた。一応分かってんのかな？さて？なんともならない。誰か助けてくれ。人間に戻すスープ。あ、これは。もしかしたら、人間でエイトを戻るスープなんじゃないかと思ったら。顔はゾンビだけど、見た目幽霊になったね。あ、タコさんどこだろうって言ってるね。今、君の後ろにいるよ。ねえねえ、君の後ろにいるんだよ。気づいて。今僕はここにいるよ、みんな。あれ、みんな気づいてる？タコさんどこだって。なぜみんな気づかない？お化けの姿だとわからないのかな。あれ、名前は表示されてないのかな。みんなすごいスープ持って待ってくれてんだけどね。ぶっ飛んだ、誰かぶっ飛んだよ。作るかな、何か。人間へと取り戻すスープ。あれ？てか、なんかもうできてるね。なんか謎のスープが。あれ？拾えてないね。まあ、いいや、作るか。脳味噌と耳を混ぜた美味しいスープが出来上がりました。さ、飲んでいこう。いや、またゾンビになった。本来の僕の姿には、なかなか戻れないね。誰か。ああ！ぶっ飛んじゃった。え、なんだなんだ？え、なに？ボス戦？なんかでかいのが来た。待て。ちょっと待て、ボス戦始まった。どうやって戦うの？攻撃とかできないよね。みんな、なんだこれ？急に始まったね。あ、この大砲使うのかな？あ、スープを入れて発射してる。そういうことか。スープが攻撃になるんだね。あ、なんかくれるかな？あ、来た。もらえた。ちょっと、やってみよう。あ、これ、大砲中入れて発射した。くらった？くらってるかな？よし、みんななんとか協力して倒そう。倒すとなんかもらえるのかな？さあ、僕も
じゃあ爆弾入れよう。爆弾と、爆弾、うーん、ちょっと待って、なんか狙われてる。なんだなんだ。ボスも攻撃してくるのか。うまく避けて。さあ、爆弾と爆弾を混ぜた。赤いスープが完成しました。さあ、これを、この大砲に入れて、発射！どうだ？なんか地道だね。ちょっとこれ飲んどこう。うわあ！さあ、もうちょいで倒せるかな？痛い、なんか食らった。こんな近づけちゃうよ、これもう。あれ？また変な姿になっちゃった。ちょっと待って。これもう少しで倒せるんだけど。その姿見たいな。あとで、ちょっと動けない。倒す瞬間見たいんだけど。よし、これ飲んで。どうにかなるかな。よし！操作できる姿になりました。さあ、倒される瞬間を見よう。どうなるんだ？あと19。9、8。もうちょいだ。1。お！倒した！ボス倒したね。どうなったんだ？あ！なんだこれ丸い玉。なにこれ目玉？これ拾えんのかな？あ、拾えた。丸い目玉ゲットしました。あ、この丸い目玉を、こう矢印の方向に持ってけばいいのかな？なになに？みんなもこっち運んでるけど。一体何が行われるんだ？あ、普通にすり抜けた。なんだここ。わ、こんな家があったなんて。こんな場所があったんだ。あ、この人に話せばいいのかな。あれ？あ、お金に変わった。え、目玉売って、お金稼げたね、なんか。これどこで使うんだろう。スープに入れるとか。あ、入ったね。じゃあこれと、脳味噌。入れて。さらにパン、食パン入れて。さあ、新しいスープが出来上がったよ。ボスを倒したこのスープ、いただきましょう。いや、ゾンビになるんかい。なんかすごい姿になるのかと思ったら、ただのゾンビね。さあ、今回はね、スープを作って飲むとね、いろんな姿になるロブロックスでした。みんなも、いろんな化け物になったね。みんなも、化け物の仲間入りだね。よかった。それじゃあまた次回もラブロックスやっていこうと思います。じゃあね。